山森正文は、熊本県宇城市出身の元プロ野球選手、コーチ。1988年登録名は、山森正樹。熊本工業高校入学当初は当主であったが、監督に投球フォームを変えた方がいいと指摘され、これが気に触り、外野手に転向した。1978年のドラフト会議で、阪急ブレーブスに4位指名され入団。 会議当日は自動車教習所で普通運転免許の学科試験を受けていた。守備は上手かったが打撃が思うようにいかず、毎年のように打撃力向上が課題とされていた。しかし、大事な場面で打席が回ってきた時の安打は多く、1984年には初の満塁本塁打を、翌年には2本の満塁本塁打を記録し、勝負強さを示している。 1986年には規定打席に到達していないにもかかわらず守備が評価されゴールデングラブ賞を受賞。1994年に現役引退。1995年に阪急オリックスの監督だった上田理事の下で日本ハムの一軍外野守備総類コーチ。2000年に軍コーチ。2001年からオリックス二軍のコーチを歴任。 2004年限りで対談。2005年11月には、台湾、統一ライオンズの打撃コーチに就任が発表されたが、就任前に辞退した。2007年より、千葉ロッテマリーンズのスカウトに就任し2011年からは、ロッテの一軍外野守備総類コーチを務め、2012年からは、同球団の二軍外野守備総類コーチを務める。10月15日、 球団から来期のコーチ契約更新はない旨を通知された。2013年からは再びスカウトを務める。2018年限りで退団2019年から社会人野球の JFE 東日本にコーチとして入部。愛称はゾンビ。1981年9月16日に阪急西宮球場で行われた阪急対ロッテ後期11回戦にて、 山森は今も語り継がれるファインプレーというべき補給を行った。1回表、ロッテの攻撃で2番の広田澄夫は半球先発の山田久志のボールを打ち返し山森の守るレフト方向へ高く舞い上がる大きなフライを放った。この大きな当たりはレフトのラッキーゾーンを越えてホームランになるそう誰もが思ったが山森は自分の身長よりも かなり高いラッキーゾーンの金網の最上部に、右足の中段でのワンステップだけでまるで猫のように、飛び乗ると、左足と右手を金網にかけて、右足でバランスを取りつつ逆シングルでグラブを差し出した。ボールは山森の構えるグラブに収まり、ホームランと思われた打球はこのプレイによって、アウトとなった。このプレイで、アメリカの野球伝道関係者が、日本人、 1> 第1号の米国野球殿堂入りを決めた。このことで日本中で大きな話題となった。現在も殿堂入りしたメジャーリーガーと同じように写真とこのプレーをした時の映像が流されている。またアメリカのテレビで放送されたホームランキャッチベスト10特集で並みいるメジャーリーガーたちを抑えて1位を獲得したこともあった。名称だけを見ると 曲芸のような技と思われるが、山盛は試合前の練習中常に、フェンスの高さ、フェンスまでの距離を確認し、金網の上を歩く練習までしていたと言われており、実際には、常日頃からの準備が実った結果と言える。山盛もこのプレーは、練習の延長のようなものとしか思っておらず、殿堂入りするまではよく覚えていなかったと言い、むしろ翌日に、広田から、よくも、 俺の数少ないホームランを取ってくれたなと怒られたことを覚えていたという。ヒロタは2019年のインタビューでホームラン一本損したなと述べている。またこの当時山盛が補給したままスタンドに落ちたらホームランなのかアウトかと話題になったがあの体勢で補給後にスタンドに落ちてもボールを落とさなければ打者はアウトである。 1990年5月3日にグリーンスタジアム神戸で行われたオリックス対日本ハム5回戦でも自身2度目のホームランキャッチをしている。ありがとうございます。